テオドール・カリュエル・ダリニーは、フランスの風景画家である。ニエーブル県のシャントネー・サンタンで、芸術家の息子に生まれるが、父親を早く亡くし、義理の父親に育てられた。1808年には、パリに出て、時気会社の絵付けの仕事に就き、ジャン・イコール・バプティストルニョーや、ルエティエンヌ・ワトレニエを学び、風景画家となった。1822年にはサロンド・パリに、初めて出展した。 イタリアに留学し1824年から1827年まで滞在し、ローマに留学してきたジャンバティスト・カミー・ユコローと友人になった。フランスに戻り、サロンに毎年出展するようになり、1834年から1836年に再びイタリアに滞在し、1843年には美術学校の依頼で古代の遺跡を描くためにギリシャに旅した。 ギリシャへの旅の成果は1845年に、版画集、古代ギリシャの有名な場所の風景、ビューズデッサイツレプラスセレブデラ、グレースアンティークデシネシュールネイチャーイグレイビーズ、アローフォルテとして出版された。1851年は、パリのサンティティエンヌという文教会の装飾画も描いた。サロンで1831年と1837年に入賞し、 1842年にレジオンドヌール勲章を受訓し、その後芸術アカデミーの会員に選ばれた。1860年にリヨン国立高等美術学校の校長に任命された。1871年にリヨンで亡くなり、パリに埋葬された。カリュエル・ダリニーの墓には彫刻家アントワーヌ・エテックスによるダリニーの胸像が作られた。イタリアなどの風景を描き、 1822年、または1824年に、ンテンブローの森や、ノルマンディの海岸の風景も描き、バルビゾン派の先駆けにも位置づけられることがある。ありがとうございます。